県内では今日新たに7144人が新型コロナウイルスに感染したことが分かりました。感染者を自治体別に見ますと、静岡市で1696人、浜松市で1530人、富士市で452人などとなっています。死者の報告は県全体で13人で、このうち静岡市では基礎疾患のない高齢男性の死亡が確認されています。 1>, 1日あたりの感染者数が7000人を超えたのはこれで4日連続で土曜日としては過去最多となりました。